ダイナとスマッシュブラザースペシャル。スマッシュブラザース X。 いやちょっと。というわけでおはようございます、ティラと申します。何だこの画面と思うじゃないですか。あのね、ちょっと前になんか、なんだったらね、 Wii U 版のスマブラやったんですよ。今回見てくださいよ、 X です。どんどん俺のスマブラなんで古くなっていくの。なんか俺のスマブラどんどん古くなっていくみたいですよ。今回ですね、スマブラ X 購入しました。定価なんと2000円。高えな、高いね。なんか今でもスマブラ X はね、2000円でね、買えるほどのかなりの名作として伝わってるわけですけども、今回ちょっとスマブラ X をとある理由で購入しまして、まあこのアクロシアやりたいんですよね。これがやっぱ神ゲーっていう話なんです。ただアクロシアをいきなりやるより、ちょっと一回さ、どんな感じなのかやってみたいなと思って、 X の操作にも慣れたいしね。はい、なんでまあちょっとね、 X の自分のスマブラの腕を見てね、ちょっと皆さん、視聴者皆さんでね、震えてもらおうと思います。わ、こんな感じなんだ。多分なんだけど、あの Wii U で、あ、でもどうなんだろう、全員来てんのかな、ちょっとわかんない。あの、これで全員解禁されたのかわかんないな。どうなんだろう、なんかキャラこんな感じ、なんか随分少ねえな。今のなんかスイッチのさ、キャラ選択画面もこんなんじゃないでしょ。もっと、あ、アイクいるじゃん、X から。へえ。でもマルスとかいないね。ってことはやっぱ解禁、まだ解禁はまだか。Wii U でやってるからね。あ、プレイヤー1嫌だな。名前ちょっとつけるわ。オッケー。ティラって作りました。まあ、ティラさんって言えばカービィなんでね、ちょっとカービィで。え？なんて？すごい！ちょっと待って。ごめんね。聞こえる？ Wii リモコンからね。Wii リモコンからね。声がすんの。え、すごい仕様だ。え、そんな作り込まれてんの？すごいな。じゃあまあ自分はやっぱカービィでいきます。まずはちょっとコンピューターレベル5ぐらいいこうかな。ちょっぴり弱い。あ、いや5回いこう。うん。ちょっぴり強い。いきます。え、どんな感じなんだ、怖えー。あ、でも終点ある。やった、終点にしよう。やっぱ終点が一番友人会でもやるしね。え、どんな感じ、全然わかんねえ。ちょ、待って。緊張して。うわ、サムスやだ。よろしく。待って。え、あ、何？なんか乗っそ、ちょっと待って。遅いな、遅いな。ちょっと待って、全体的に遅くねえか。待って、全体的に、ちょっと終点でアイテムはちょっとね、ず、終点のアイテムはクソ、終点のアイテムはクソだって。終点のアイテムはクソすぎる。終点のアイテムはクソだって。いくらでもクソゲーだぞ、終点のアイテムは。あかんって、終点とかいうね、ところでね、あのアイテムはね、クソゲーにしかならんぞ。待って。おらー、おら、どうだ、いや、やりづらいな。え、待って、やりづれ。え、なんか、操作感もっさりしてる、全体的に。え、なんかさ、え、X と A でさ、ジャンプしながら攻撃とかないの？超ジャン攻撃がさ、ちょ、待って、すげえやりづらい。あ、来た！行くぜ、狙い撃ちだ！食らえろ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 ！あれ？ちょ、待って、やりづらい。めっちゃやりづらい。なんかもっさりしてる、全体的に。あ、ダッシュ、これ、カービィ、この時代は、そうか、ダッシュこれなのか。なにこれ、おら、暗い。終点でアイテム使うなよ。終点でアイテム使うなよ。おら。俺、どんな気持ちよ、俺、どんな気持ち。いらない。ははやった喜びすぎでは、もはや。あ、そうかい。これ、ショージャンがさ、X でショージャン。ちょ、ショージャンがわかんねえな。あれ？移動回避なんない？そうか。この作品移動回避とかもないの？いや、スマブラスペシャルってそう考えたら進化してんな。なんだ？小さくなった。うおでかいですね。ちょ、サムさんでかくないですか？君だった。サムさんでかない。サムさんでかすぎるって。うわ、マジか。おー、危ねえな。なんだ、呪いぞ。なんか今度はトロいな。なんだ、トロいぞ。トロすぎる。トロすぎるて。トロい。終点でアイテム使うなよ、そもそも。いやー、いい勝負すんな。でもさ、
俺レベル5と一緒レベルなの。あ、来たお、覚悟できたか、おい。覚悟できた、覚悟いいか。おらおら小学生かよ小学生レベルの戦いで、おら、どや、覚悟はいいか。おらおらどやどやとや、おらおらやばいやばい、おらおらおら、あ、スマッシュボール、あ、そうか、この世代からあるのか、最後の切り札。取らせるか、ほら。取ると見せかけて、俺が取る。よっしゃ。おら、どんな気持ちや。ほら。ほら、どんな気持ちや。何？何あれ？変なの。取りたい。あ！ハンマーボルス！すげえすげえすげえ。アシストフィギュアじゃん、あれ。アシストフィギュアもこの作品からか。え、どうなの？デラックスからかな？わかんないけど。やるか、最後の切り札。最後の切り札やっちゃおうぜ。ほら、最後の切り札で決めたいな。どんな技なんやろ。え、この世代はどうなんだろうね。ちょっと待って。それでも結構スマブラ X は何？やっぱ、スマブラってさ、64時代から完成されてんな。そろそろやっちゃうか。いきます。あれ？爆死した爆死した、モーションセンサーだ。くらえ、おい、こっち来いよ、こっち来い、おい、おバカ、お前バカ、なんこれ、まあ、もうなんこれ、それでいいのか、俺のスマブラは。クッパいるんだ、デラックスからだよね、クッパって。ね、今のね、スペシャルのクッパもかなり強いキャラに仕上がってるけど、どうなんだろうね、この世代は。もう気になるでやってみよう、クッパも。ちゃんとアイテムも切りましたんで、今度はね、アイテム割り終点とかよね、ゴミみたいなルールじゃないんで、安心してください。どうなんだろうね、この世代は。クッパ、相手は何？アイスクライマーか。いけー、ちょっと待って。うわ何この走り方は。ほら、いけ、いいぞ。アイクラか。ほら、いいぞ。何この走り方、滑走じゃん。滑走してんだけど。ほら、あー、うまい、うまいな。レベル6になってちょっと上がったからね。どうしよう。いや、あんまり速くないんだね、この世代のクッパは。あ、でもやっぱ基本のこれはあるのが最強技じゃん。クッパはこれだけ強いからね。あ、来た、炎、いいよ。で、ピップドロップもあんのね、これ強い。妹から、あ、待って、運動性の悪っ、クッパ運動性の悪くね、こんな悪いの、運動性の。妹からね、処理しましょう。あ、ちょっと今と技が違う。今とね、なんかね、あの空中技は違うな。あ、しかもこれ着地スキやば、ちゃんと考えて使わないとやばいな、これ着地スキ。あ、いいね。あ、空前やっぱいいな、空前は。はい、いいね、空前は着地スキないんだね。あ、クッパ意外とこうしてみるといけるキャラではあるのか。へえ、ちょっとね、スペシャルではどっちかといえばパワースピードもあるから、スピード、いいよ。やっぱシェルだよね、このシェルが強いからね。ガーキャンシェルよ。あ、強い、マジか。そうか、今と違ってエフェクトもちょっと静かなんだね、食らった時の。まあいい、まあ、エフェクト多すぎてもって話だよね。あ、何、今のガーキャンシェルって何、そういうあんま連続して巻き込む技じゃないんだ。あ、来た、来た、スマーヒーのところで強い強い、よいしょ。あ、え、なに、え、ヘッドバットなのこの世代のクッパは何、横スマがドロップキックじゃなくてヘッドバットなんだ。あー、これガキにやってたいな。あ、やばい、うまい、来たよ追撃。そうか、移動回避がないもんな、移動回避がないからさ、開けられた時やばいな。マジか、開けられた時の対処法が崖に行くということになっちゃう。あ、やばい、うまい、あー、やられたのか、やばい、うまいぞ、あいつ。崖に行こう、逃げようとしたのに。ほら、妹、あ、やばい、うおー、危ない、え、やばいな、結構難しいやあの操作もね、 GC コンなんですよこれ。あ、 GC コンじゃない、クラコン、あの Wii のさ、クラシックコントローラーなんですけど、思いのほか難しいな。
GC コアね、使えないかったんだよ、なんか。なんかね、接続タップ接続しても使えなかった。あー、くそ、投げられていく。この野郎、ヘッドバットあれいるのよ。おい、おい、言い残すことはいや、まだ2スターンない、あいつ、よく見たら。普通に、これで蹴んない。オッケーいやー、クッパすげえな。え、ドンキーとね、クッパはまあ結構比較されてるけど、この作品どうなんだろう、どっちが強いんだろうね。どっちもまあ、そこそこいいキャラだとは思うけど、炎は上、いいよ、いいよ、風舞は振っていけるな。あー、かかる？漏れる？そこ。あ、落ちた妹。おい、言い残すことは？言い残すことは？おい、アイスクリーマーさんよ。妹を失って、一人で、寂しそうだね。言い残すことはあるか？何か。言い残すことは？言い残すことは？あ、やるな。いや、兄、お前はもう妹を失った。そんな妹が勝てるな。さあ、言い残すことを聞こうではないか。おい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 。アピールしちゃうよ。アピールだ。生きんね。面白いな。じゃあめちゃくちゃ強い体験してみよう。Q どんぐらい強いんだろうね、この世代は。やっぱ同キャラでいこうか。ここはここは同キャラ。色変えれないの？あ、 X で変えれる、まあ、ここはね、あれやっぱ同キャラでやっぱ格の違いを見せてほしいからね。さあ行ってみましょう。同キャラカービィ同士。どうなんだろうね。ちょっと操作はちょっと慣れてきたけど、もっさりしてんな。あ、そうか、ファイナルカッターが挨拶だな。ファイナルカッター挨拶。あ、大丈夫。あーシューアピールしたぞ、あいつ。あいつレベル9ってアピールすんの？やば、お前煽りレベルも あちゃんと高いのがやばい。うまいぞ、マジうまっ。下もこの世代の下投げってそんな強いの？あ、待って待って、強くね？普通に強いじゃねえかよ。普通に強い。ファイナルカッターがさ、まさか引っかかると思わなかった？すごい。終点の巻きもやばすぎ。てか、うまいな。あー、うわー、結構強いぞ。マジでそんな強い？そんな強い？やばいやばい、格の違いが。危ねえ。あー終わった終わった式、もう終わってるやん。逃がさねえぞ。逃がしたわ。あー、吸い込み強い。よし、当たった。よしよしよし、まだこっから、こっから、こっからよ。こっからね、俺の見せてやっから。いやー、この世代のカービィは全然なんかもっさりしてんな。今のスイッチのカービィも相当もっさりしてるキャラだけどさ、こんなもっさりしてるか。なんだったら俺ファイナルカッターで死んでるからね、毎回毎回。ちょ、待って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 、それはあかん。ちょ、待って、それはあかんって。やばい、強い。しかもガードしたらちょっとノックバックする。よっしゃー、マジ？オブレ！いいいいいい勝負。いい勝負、いい勝負してんぞ。いい勝負してんぞ。対等に戦い合ってる。くそー、やばいやばいやばい。いやー、ファイナルカッター動いちゃったな。あー、うまい、やばい。普通にやばい、やばい。頑張れ頑張れ頑張れカービィ、頑張れカービィ。やーカービィ弱ー。カービィが弱いんじゃないんだろうけどな。こんなんで悪の人はいけんのか俺。